こんなこと初めてだよ。なんというプライドの高いやつだ。構わないではありませんか、バビディ様。どちらにしてもあいつの役目はエネルギーを奪うことなのですから。むしろ海王神たちはこちらに呼び寄せた方がよろしいかと。無理に船に衝撃を与えられて、魔人ブーがパーフェクトな力を持つ前によみがえっては面白くありますまい。なるほど、そうだね。パッパラパー。お、ようこそ。ベジータ、やるか、ベジータ。おあつらえ向きのいい場所だ。そう思わんか、カカロット。おめえからダメージを受けて魔人ブーのエネルギーにしたくねえ。最高の力で早く終わらせてもらうぞ。楽しみだ。あの世での修行の成果とやらを見せてもらおう。ふっ、さすがだな、あの時のご飯以上のパワー。くらー、こりゃ早く終わりそうにはねえな。俺のさらに上を行く天才だ。
酷なサイヤ人の俺に戻って、何も気にせず貴様と徹底的に戦いたかったんだ。気に入らなかった。知らないうちに貴様たちの影響を受けて穏やかになっていく自分が、俺ともあろうものが家族を持ち、悪くない気分だった。居心地のいい地球も好きになってきてしまっていたんだ。だから元の悪人に戻る必要があったんだ。おかげで今はいい気分だぜ。本当にそうか。どう、ダーブラ、あの地球人に勝てる自信はあるんだよね。当然です。あんなゴミ間違いなく片付けられます。ん？フルパワーになった。バカな、なぜこうも一気にエネルギーが。そうか、お父さんたちはスーパーサイヤ人をさらに超えたレベルで戦ってるんだ。だから そのダメージもものすごい。出る、魔人ブーが出るよ。どうせフルパワーになってしまったのなら、せめてこれぐらいの抵抗はしてやる。空っぽだ。違う、そんなはずはない。出てこいったら、魔人ブー。残念だったな、バビディ。魔人ブーは今の攻撃で消滅してしまった。私はバビディをねじ伏せてみせます。あとはあなたがダーブラを倒せば、バビディの野望は完全に消え失せるのです。すさまじい息がふっくれ上がっている。これは、え、あ、さっき弾のところから出ていた煙が、雲、いや、さっきの煙が集まっています。おい、あれ、あいつが魔人ブーなのですか。そうです、忘れはしませんよ。あの恐ろしい顔は。おい、やっぱりあいつが魔人ブーらしいぞ。あんなやつが。おい、魔人ブー、僕はお前を作ったビビディの子供のバビディって言うんだ。
玉に封じ込められていたお前をすっごい久しぶりに復活させてやったんだぞ。今日からお前の主人だ。おい、どうしたんだよ。挨拶だ、挨拶をしろ。ただのバカだ。なぜかは分かりませんが、失敗してしまったようですね。やっと現れたと思ったら、頭もパワーもない間抜け面の生ゴミだ。カチーン。なんだ、このダーブラ様とやろうってのか。人類最大の危機、無邪気な破壊者魔人ブブーの木が爆発的に上がった。強い、強すぎる、信じられない。こんなはずではありませんでした。バビディを倒し魔人ブーの復活を止める自信があった。こんなことならあなたたちのように人間でありながらこれほどまで私の力を大きく超えていることが分かっていたなら、あの方法もあったのに。あの方法って。さあ魔人ブーや、僕の言うことを聞け。いいな、逆らってもいいのか。僕はパパのノートを見て知っているんだぞ。お前を玉に封じ込めてしまう呪文を。よし、それでいい、それでいいんだ。さあ魔人ブー、最初の命令だ。あの二人を始末するんだよ。ブー、出るかどうかわからないけど、奴を放っておくわけにはいかない。奴が外に出て人々を襲い出したらきっと大変なことになるぞ。Ah!
つなのか。魔人かな。知らない奴らばかりじゃないか。はい、魔人ブー、海王神のとどめも刺しちゃっていいぞ。腹減った、こいつ食っちゃおう。ダーブラ、お前まだ生きてたのか。バビディ様、そいつは、魔人ブーは決してあなたの忠実な部下になるようなやつではありません。今のうちに始末しておかなければ。お前食べちゃおう。ぬれ、クッキーになっちゃえ。うわあ、素晴らしいぞ魔人ブー。あ、ピッコロ、これは魔術が解けたのか。お前たち、こんなとこで何してるんだ。クリリンさんたちこそ、今まで何してたの。さっきまでは石化させられていたが、どうやら魔術をかけた奴が死んで元に戻ったらしいな。なんだこの恐ろしい木は。まさか魔人ブーは。魔人ブー、こいつも食ってしまえ。おう、バビディの洗脳によって強さを手に入れたベジータと悟空は、これまでの因縁に決着をつけるように全力で戦っていた。戦いの最中、二人は
突然現れたとてつもなく巨大な木を遠くに感じ取る。巨大な木の正体が復活したマジンブーだと悟った悟空は、戦いを中断してブーを倒そうとベジータに呼びかける。悟空が戦いに集中できないと判断したベジータは、その提案をやむなく受ける素振りを見せるが、それは悟空を油断させるための嘘であった。ベジータは悟空の不意をついて悟空を気絶させる。そしてベジータは自分が呼び出してしまった魔人ブーとの落とし前をつけるため、ブーの元へ一人向かうのだった。俺が出してしまった魔人ブーは俺が片付ける。貴様との決着はその後だ。まだ俺が生きていたらな。さあ、ブーとやらの面を拝みに行くか。ご飯の気はすでに消えてしまった。許せ、俺のせいだ。ザコどもだ。簡単すぎてあくびが出るぜ。ほーい、おお、うまそうじゃないか。こんな上物があったか。ザコどもだ。あれか、ついでだ、ぶっ壊してやるか。僕の宇宙船が、どういうことだよ。よう、ベジータ、貴様なんてこと。宇宙船を破壊しろなんて命令はしてないだろ。そのブサイクな間抜け面が魔人ブーか。貴様、よくもご飯を殺しやがったな。ご飯ブサイク？なんだ？みっともない変な顔ってことだよ。うん？怒っちゃったもん。俺一人地獄にはいかん。貴様らみんな道連れにしてやる。ヒヒヒヒ。
いざベースなんだ今の。魔人ブーも許せんが、一番許せんのは貴様だバビディ。そんな。ママを大切にしろよ。どういうことパパ、ママを大切にしろって。お前たちはどこか遠くへ避難していろ。魔人ブーとは俺一人で戦う。いやだ、俺たちも戦う。三人でやればきっと倒せるよ。トランクス、お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。え、抱かせてくれ。え、パパ、なんだよパパ、やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。え、ガー、なんでトランクス君を殴るんだよ。二人を連れてできるだけ遠くへ離れてくれ。頼んだぞピッコロ。貴様死ぬ気だな。一つだけ教えてくれ。俺が死んだら、あの世とやらでまたカカロットと会えるか。それは無理だ。お前は罪もない人々を殺しすぎた。死ねば肉体は無となり、魂も損とは違う世界に運ばれる。そうか、残念だ。もういい、行ってくれ。急いでな。こら、逃がさないぞ。待て、魔人ブー。そいつはこの俺を倒してからにするんだな。分かったか、この醜い風船野郎め。また悪口言ったな、弱虫のくせに。貴様の片付け方が分かった。やっとな。おい、ベジータのやつどうするつもりなんだ。殺されちまうだろう。あいつは初めて自分以外の者のために戦おうとしているんだ。己の命を捨てて。貴様を倒すには二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばだ、ブルー、トランクス、そしてカカロット。
二人を頼んだぞ。俺は結果を見てくる。ああ。そうか。少々のダメージを与えただけでは、魔人ブーは再生してしまう。そうさせないほどバラバラにしたのか。己の身を犠牲にして、あいつに救われたか。バビディ、まだ生きてやがったか。とどめを刺してやる。なんてことだ。魔人ブーの破片が。魔人ブーは生きていた。ブー！おい、僕を回復しろ。さっさとしろ。封じ込められたいのか。よし、いいぞ魔人ブー。あの緑色のやつと2匹のチビめ、絶対に許さんぞ。バビディ様と魔人ブーの恐ろしさを見せつけてやる。この星を地獄に変えてやれ魔人ブー。あいつらが現れるまでどいつもこいつも殺して殺して殺しまくれ。死んでない。魔人ブーが。そんな、ベジータは無駄死にだってのか。地上は危険だ。神の神殿にこの二人と仲間だけでも連れて行くぞ。希望の星はこの二人だけだ。わずかな希望だな。気は感じるが、ベジータの気がねえ。まさかやられちまったんか。あいつがご飯の気も感じねえ。どうなってんだ。ピッコロとクリリンは生きている。石から元に戻れたんだ。二人なら何がどうなったか知ってっかもしんねえぞ。ピッコロたちは神様の神殿か。